こんにちはガンバスガです勝手にガンバ回避ボイスバージョン始めますこの番組はサッカーショップフットボールビーターのサポートでお送りしますよろしくお願いしますはい、えー、と結構久しぶりのボイスバージョンになるのですがえー、とまあ最近はですね、えー、と勝手にプレビュー賞と勝手にアフターゲーム賞とまあ、試合の間にやってたので まあ水曜日試合もあるということでまあこういういサイクルとなってました、はいえー、と川崎戦ですね、もうあのアフターゲームショーなどでも話しているので試合内容は割愛しますが、あのー、まあ最後の最後にまあ石川選手のミスから失点をしてえ勝ち点にを失うというところなんですけれどもまあ特にまあ石川選手を攻めることはないかなと思いますしまあ他で,でまた今後ですね、活躍してくれると思うので期待したいと思います。 震え、まあ、なければいけないと思うところはあの宇佐美選手の負傷ですね、あのまあ、私、バックスタンドの、まあ、上の方で見てたんですけど、まあ、ちょうど正面で、まあ、その出来事が起きまして、まあ、味方から来たパスを、まあ、胸当たりかなトラップをしてそのままずるっとこけてあーって言ってたのであの、まあ、自分がミスしたのに何を言ってるのかなって初め思ったんですけど、まあ、その後の。 えとまあ、リアクションなり、まあ、状況を見てあこれは大怪我だなとは思いましたね、はいでまあ、診断の方が出たんですけれども、まあ、アーキレス腱断裂というところで、えーとまあ、月曜日にもう手術も終了したということです、まあ、断裂といってもどこまでの症状か分からないんですが、まあ、あの一般的にも6か月ぐらいで、えーとまあ、競技に復帰したり終わるということなんですけれども、まあ、サッカーはね特に足を使うスポーツなので まあ、ボールを蹴れるようになったとしても、まあ、どこまであの前のプレーイメージ通りにいけるかどうかわからないので、まあ、かなり慎重に、えー、した方がいいかなと思いますしで、まあ、前十字靭帯とかね、まあ、結構その、まあ、1年単位でかかるような怪我で、えーとまあ、今回の宇佐美選手の再検出するした例でいうとあのこう再断裂をしてしまうとかそういう。 まあリスクもあるので、まあ、正直、もう今シーズンは、えー、とまあリハビリそれ以外のトレーニングに励んでいただいて、まあ、来シーズン、まあ、頭からいけるような状況が作れるのであれば、まあ、それでいいんではないかなとあの個人的には思います。はい、えーとまあ、今週は水曜日試合がないんですけれども週末、えー、1 2日ですね、えー、結構待ちに待った方も多いかもしれないですがあの、まあ、ガンマのレジェンド 遠藤選手と初めてガンバ大阪が対戦する、えー、と日が来ましたね。まあ今のところ J1 リーグでも毎、まあ、試合スタメン出場しているので、えー、と特に問題がなければ、まあ、相手チームで出てくるとは思うんですがまあチケットの売れ行きも好調でまあ私もなんとかチケット取れたというところなんですけれどもまあ楽しみな反面、えー、とやられるわけにはいかないぞというところもあるので。えーと まあね、削るとかケ我させるとかそういうのではないですけれども、まあ、ガンバの攻、ね、撃で圧倒できればなと思っています、はいえー、とそしてあと家庭ガンバ会議の方では、えー、と実は明日某所にロケに行ってきます、はいでまあ、この番組、うんまあ、半年以上続けてるんですけれども実はあ番組とか YouTube ですね、はい あのスタジオ収録と、まあ、お店での収録はやってるんですが、まあ、ロケというか、設定でやるのが初めてなので、まあ、ちょっと探り探りなところもあるかもしれないですが、まあ、ちょっと早めに編集して皆さんに見ていただけたらなといいと,いいと思いますので、まあ、よろしくお願いします。はい、はあの今日はこのああたたりりりで終わまますありがとううご,ございましたさよなら